She sells seashells by the seashore. 今、なんて言ったでしょうか？実はこれは英語の早口言葉で、これが言えるようになるために、英語のスとシュの発音のコツをご紹介します。練習してより理解されやすくなりましょう。Hey everyone! 皆さんこんにちは。花イングリッシュの春菜です。リクエストありがとうございます。この他にもこの発音が知りたいっていうのがありましたらコメント欄にお願いします。英語のシーン、スとシュは日本語にない音なので発音しづらいかもしれないんですけれども、この動画ではこの2つの口の形を比較しながら練習するときのポイントも合わせてご紹介します。この動画が良かったと思ったらぜひいいねをお願いします。She sells seashells by the seashore. これはネイティブでも練習しないとなかなか言えない方が多いので、今すぐに言えなくても気にしないでください。私もこれは練習したので、練習中の失敗風景たくさんあります。それが見たい方は動画を最後までご覧ください。シーン、スとシュ。これは無声音です。というのは、発音するときに口の中から空気を出し、喉は振動しません。まずはシーン、上下の前歯を合わせ、舌は歯の後ろに当てます。この時口はリラックスさせた状態です。この時、スーという音を出すのではなく、スーと短く空気を出す意識をしてください。続けてシーン、シュ。これは後ろの奥歯を合わせます。そして口の角を中に入れ、唇を広げます。この口の形、すぐにできないという生徒さんは結構いらっしゃいますので、まずは鏡を見ながらチェックしてみてください。この時も、シーという音を出すのではなく、シュッという短く空気を出す練習をしてみてください。ではこれら2つの口の形を比較してみましょう。She. それでも発音しづらいという方は口の形また歯のポジションをもう一度チェックしてください。子音のスなのに子音のシュの口の形にしてませんか？これらの音を練習するときに minimal pair という似た音を持つ2つの単語を一緒に練習することも効果的です。例えば see と she see she その他にも seat sheet sock shock sell shellでは口と舌のポジションを意識しながら一緒に言ってみましょう。 Seat Sheet Sock Shock Sell Shell 練習中は鏡で確認しながら自分の声を録音して聞き返すこともおすすめです。そしてこの動画と照らし合わせながらチェックしてみてください。ご自分で発音ができるようになるとだんだんと聞き取りやすくもなっていきます。ではもう一度チャレンジです。 She sells seashells by the seashore. ではゆっくりと She sells seashells by the seashore. ではもう少し早く。 She sells seashells by the seashore. いかがでしたか？今すぐに言えなくても大丈夫です。言えた方は素晴らしいです。
実はこの続きもありますので、もっと練習されたい方は詳細をご覧ください。以前の動画でパトロンに登録させていただいたというご報告をしました。そこでトールサポートありがとうございます。パトロンのリンクは詳細に載せてありますので、サポートしたいと思っている方がいらっしゃいましたら、そちらをぜひご覧ください。毎週新しい動画をアップしてますので、それらを見逃さないためにもぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次回、 See you next time。Seashells.